アルゼンチンブロックチェーンプロジェクトをサポートへ。南米3番目の規模を誇る経済を持つアルゼンチンの労働省はバイナンスラボと連携して、今後4年間にわたって毎年10のブロックチェーンプロジェクトに出資していく方針を表明した。政府がブロックチェーン関連企業を支援する歴史的な重要事例に、東カリブ諸国デジタル法定通貨のパイロット開始、西インド洋の東カリブ諸国が加盟する東カリブ諸国機構の中央銀行は6日、仮想通貨技術を応用したデジタル法定通貨の発行に向け1年間のテスト版を試行することを公表した。世界初の中央銀行発行通貨の事例として注目が集まる。経産省、キャッシュレス決済利用時のポイント還元制度を正式に公表。10月の消費税増税まであとほぼ半年。経済産業省は5日、2019年10月から開始されるキャッシュレス決済利用時のポイント還元制度を公表した。ただし6日から開始される予定だった決済事業者の登録募集は週明けまで延期された。藤巻議員と楽天ウォレット山田社長が仮想通貨決済の普及を議論。4月から新サービス開始予定の取引所楽天ウォレット社長と藤巻議員が仮想通貨決済の普及を議論した。三木谷氏が代表を務める新経済連盟は税率 20% の申告分離課税適用について日本政府に提言している。 SBI 北尾社長、私自身がアメリカリップル社の外部取締役になる可能性も。リップル社の XRP ユースケースと R3 社のコルダを使った金融サービス拡大に向けた取り組みについて、我々はグローバルスタンダードになり得る両社と太いパイプを持っており、全力を挙げて支援していく。またアメリカリップル社、アメリカ R3 社の双方に役員を派遣しているが、場合によってはアメリカリップル社本体の役員は私がなろうかと考えているくらいだと意気込みを語った。